おはようございます。ディレクター回します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。いやー、骨折が治りましたいや、骨折治ってから撮ってますね、こちらの動画ね。ね、大魔王の攻略のね、最中ですが、今回も、ね、インターバルということで、今回の動画撮っております。すでに企画考えております。レディーゴー！おい、ナイトイチ使ってんじゃねえぞ、お前。ナイトイチ使いやがった、ほら。ほら、チューバー。ほら、チューモンスターとかだった、ほら。ほら、こいつやったやった。大会モンスターのやつよ、もう最近ね、チューモンスターしか使わないんですよ。全体倒すナイトイチ。もうやってんな、こいつ。闇を見せて。さあ行きましょう。銀河の剣、ウロボロスの盾、そして防具、神話の鎧、星空の参加です。スターフレア行きましょう。バトルマスターお供デントダウスナイトリッチ行くぞ何も言うまい、語るも無意味、なすも無意味。さあ行きましょうよ、この圧倒的なパーティーで。チューモンスターを使うんだったら、こっちもチューモンスターでってやるよ。いざ。いやまあね、お互いナイトイッチは対峙するような戦いになると思いませんでした、私。さあ、呪いのカマ、どうだ？カマッチ、81。81、60。さあ行きましょう、スターフレア。この閃光は、超強力光属性の2回攻撃ですと。いや、もう一回ありますよ、なんと。光属性が入ってるんで、ナイトリッチ対策になるんですよね、これが。しかも超強力な2回攻撃。そして会心が出やすい。圧倒的ですね。あ、さあ、そしてお供はね、もう前回も紹介したさ、デンタザウスナイトリッチですよ。強力無比。まあまあまあね、デンタザウスはね、耐性が高いく、HP が高いんでね、もうそこに立ってることがお仕事みたいなもんですから。はい。ノルマ。さあ、どうだ？まあ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 、バトルマスターが呪文に言われるのはしょうがないね。さあ、こちらは暗黒ゾーンです。さあ、行きましょう。殴りつけるの避けられていくだろうな。避けられると思ったわ、なんとなく。うん。さあ、ダグエッジ。ああ、まあ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 。このスターフレアがね、本当に強いんで、ね、主人公がマジで強いんですよね。さあ、ライフォー、賢さ50程度のライフォーがどこまで通るか、見ものですよ。はい、まあそうですよね。賢さ50がライフォーを取られてもしょうがないの。賢さ100のグレブリンぐらいになったから出直してきてほしいですね、本当にね。あ、行った、あ、行った。向こうの勇気の溜まり方が恐ろしいんですけど、なんでですかね。行くぞ、スターフレア。さあ、ナイトチキラーですから、この技は。いきますよ。はいはいさあ、スターフレアだ。振り回すぜ。超火力を俺は振り回す。この圧倒的耐久力と圧倒的火力を兼ね揃えた、大会の一世を風靡したこの中パーティーで、圧倒的ですな、本当に。圧倒的っすよ。はい、さあ、波に飲まれろ。はーいはーいかまちゃんいなくなりましたからね。もう次のターンに帰ってくれますからね、あいつは。はいーはいー、かまちもいなくって、どうですか、チューモンスターにチューパレ返した時のやつは。これが闇だ。これが大会の戦いの方よ。覚えていきな。勝負あり。つまんねえ。つまんねえわ、このパーティー。
なんだろうな、みんな中モンスターとか強い装備とかそんなんばっかりになっちゃったな。だからさ、好きなように組んでなんか勝つのがすごい難しいからさ、なんだかな、もうみんな勝つことにやっぱり最終的には専念しちゃうんだよ。戻りたいな。戻りたいな。ここは？どうした？あれ？この展開は？あれ？戻った？あ、山賊の斧。あ、鋼の鎧。初めの時に時間が戻ってる。わーい。なんか街の景色も全然違う。あー、ここからまた。楽しい時間が始まるんだ。ああ、ヒースの子とドラゴンキッズの舞踏家か。いや、懐かしい気がする。なんでだろう。すごい懐かしい気がするわ。なんでだろうね。一度なんか出会って負けたような気がする。さあ、この草原に闇が広がります。何かが出てくるんですよ。この中からね。行きましょう。武道の切り裂きピエロ。さあ行きましょう。なんか懐かしい雰囲気がするんだけどさ、まあ僕もね初めてだけど負ける気はないよ、リュウタ君。行こうか。 HP さ、こっちが上回ってますね。まあ、ここはね向こうの武闘家を集中狙いで呪文を、そうすればねかなりダメージは取れるんで、避けられることはないからね、武道家の取り合いである。避けられるってことはないんですよ。まあ魔獣の叫びやだな。獣人剣で通行までようが大丈夫けど、魔獣の叫びとかで麻痺すると痛いね。まあ言っても切り裂きミエルたちは体勢が優秀なんであまり麻痺らないと思うんですよね。はい、デインデイン、はーい、いいね。271、これがもう一体おって、で武道が目立つのを持てるんで、武道家のね取り柄である回避は絶対に心配ないんですよ。おー、いいね、しっかりミスしてる。いいよいいよ、ね、ブレス、連続ブレスも火力が高いんでね。お、避けてるね。まあ避けなくてもいいんだよね、正直。状態以上回避してほしいかな。さあ、デイン行きましょう。はい、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 それいいね。しっかりダメージ与えておこう。武闘家はね、この呪文に弱いんですよ。いいよ、メラゾーマ行こう。キースドラゴンがだいぶ与えるんじゃないかな。ミラゾーマもね、合体戻るからね。お、強っ！いいね。いいよ、いいよ。やっぱこちらは魔王ですからね。賢さ200超えからね、ミラゾーマを放ってるんで、本当に強いんでね。魔獣の叫び。これなって、状態上になってほしくない。あ、いいね。それなら大丈夫。いい回避ですね。大丈夫だよ。まあ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 、食らっても大丈夫だ、大丈夫だ。クラオーがね、ここでどんだけクラオーがですよ。はい、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 それいいね、切り裂きピエロは頭がすごい賢いんで、一番呪文に弱い主人公になってるんですよね。アイスクラッシュ。まあ、状態上にならなきゃいいかな。状態上にならなければ。オッケーオッケーオッケー、大丈夫だ、大丈夫だ。
さあ、デイン行きましょう。はい、はい、はい、はい。それあー、でも、木崎くん、そっち行っちゃう？まあまあ、メラゾーマで。メラゾーマ、えいしょー、行け。はい、いいねー。さあ、残り500。このターンで削り切れるかどうかですね。上大将にかかるとこのターンでは削り切れなくなるね。スペシャルカード、なんだい？二王立ち。しかしこちら全員呪文ですね。大丈夫です。龍太くんはおそらく僕が初めもらって山賊の斧に対するメカを張ったんじゃないかな。ここで何を食らおうが、十字剣で痛恨が出ようが、上大将、受けていく、ラッキーラッキー。いいね。楽しいね、龍太くん。僕はすごい楽しいよ。僕はすごく楽しいな、ゆうたくん。よしよし、このターンで向こうの息溜まることもなさそうですね。左上見る限り。大丈夫です。レイン、レイン。はい、雷落としまーす。いいねー。さあ、霧月くん、行きましょう。レイン、はい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 。それいいし、あと一発当てれば勝ちですよ、もう。一発当てれば勝ちですよ。アイスカッシュ。まあ、通行が出ようがもうね、大丈夫ですよ。何が来ようが勝ちですよ。これで終わりです。ミラーゾーマ、エイショー。これで終わりでーす。リュータ君勝っちゃった。いいのかな、前回のうちに勝っちゃった。くそー、これがビギナーズラックってやつかよ。もらいバトルに入っちまった。そうだよね、僕初めてみたいなもんだからね。僕初めてだからね、勝っちゃったね。なんか僕の持ってるカードが強かったんかもしんないね。まあそうだね、強い相手に勝ったからね、僕ね。あ、いい線いってる、ありがとう。鉄の爪か、別にいいよ。なんか知らないけどね、カードは大体持ってるんだ。いいよいいよ、そんなわざわざくれなくても。あ、うん、大丈夫だよ、僕持ってるから。ありがとう、ゆうたくん。というわけで、また、このね、楽しい日々が始まります。ではまた、次回の動画で会う日を楽しみにしております。ありがとうございました。